はい、皆さん、じゃあ、とりあえずね、何時だっけ、1月の27日、木曜日ですね、とこ取っていきたいと思います。まあ、明日のトミックスなんかは、流れ星、あ、流れ星じゃない、全然違うわ。ごめんなさい。常磐線か、成田線の120年がね、やっと明日発売ってことでね。まあ、ちょこちょことね、まあまあ、面白みが出てきてるのかなと思いますけどね。今日は案の定ね、木曜日ってことで、加藤からね、新しい出荷情報出るかなと思ったら出てましたんで、まあ、次に、まあ、次に、足場の方もね、出そってるみたいなんで、その辺の方も案内していきたいかなと思います。ちなみに先週なんかあれか、サウンドボックスは更新されてたんで、俺覚えてない。ごめんなさいね。とりあえずね、1月27日、まあ、今日発売ということで出ております。2月の3日なんで、ちょっと待ってくださいね。28、29、30、31。ちょっと待ってくださいね。日付的にはいつになるんだ ?28、29、30、31。多分来週の木曜日かな、発売日的には。ちょっとカレンダーを確認しますね。ちょっとすみませんね。多分来週の木曜日、そうですね、来週の木曜日ですね。メーカーから出荷内なんで、まあ、おそらく店頭に並ぶのは、これは出荷日だよな、確か。そうですね、出荷日なんで、まあ、おそらく店頭に並ぶのはね、アッシーパーツ同様、まあ、多分どうなんですかね、アッシーパーツが、まあ、土曜日に出ればね、そのまま、だいたい、5日 ?5 日の土曜日の発売になるかなと思うんですけど、まあ、その辺、あれがないんで、まあ、おそらくね、2月の5日には、まあ、セットの方はね、店頭に並ぶのかなと思います。まあ、早ければね、金曜日に並ぶってお店もあると思うんですけど、まあ、多分でも地域的にはね、もしかしたら土日、に並ぶのかなと思います。ご注意ください。以上ね、スーパーレルカゴ、新しいコンテナの、背がちょっと低いやつか、になった、スーパーレルカゴですね。まあ、こっちの方が、まあ、発売と。レールカゴ、今、誰かが大宮入場するって今日入ってなかったっけ？確か、誰かが大宮入場するはずなんだよな。あと、本当に今日横須賀線が、東京から出場するんで行きたかったんですけど、ものすごく寝ちゃったんで。まあ、今この時間にね、今3時過ぎなんですけど、どうだったんですけどね。まあ、一応、レールカゴ、現行の第2、第3編成がプロトタイプの製品化ということでなっております。おい。まあ、そうですね、一応、レールカゴと出ます。で、あとは、コンテナですね。まあ、今回背の低いコンテナもね、別売りで出るってことなんで、まあ、既存の、そうですね、コンテナ、まあ、既存の、まあ、セールカゴ持ってる方にはね、まあ、コンテナさえ買い替えればって感じなんですかね。で、サウンドボックスは一応2月で、あとはね、2月の下旬に出ておりますが、まあ、出発がね、全部出てますんで、そうですね、この辺もちょっと案内したいかなと思います。じゃあ、レールカゴから行きましょうか。レールカゴ一回案内してるんですけどね。一応こちら、レールカゴの足パーツですね。まあ、昨日はね、ここから、まあ、概要欄に本当はね、バー貼っときますけど、最近俺がね、ちょっと概要欄のバー貼ってないんで、もしかしたら一応足パーツはね、今回バーだけは貼っておきましょうかね。一応、レールカゴですね。まあ、基本セット、造形セット、USB 出して、まあ、16レール編成ができます。そうですね。まあ、一応、まあ、従来通りの4基音像なんで、まあ、そうですね。まあ、個人的には8基8像でもいいのかなと思うんですけど、どうなんですかね。金的なもんなんですかね。まあ、一応、それぞれね、まあ、台車関係も、まあ、ちょこちょこありますんでね。一応、こっちですよね。まあ、先頭車のボディと、まあ、中華車のボディがそれぞれなんでね。まあ、あと、動力車ライトにつき、まあ、だから、今回、16号車、まあ、1号車か。1号車の方にモーター車が入っちゃうんで、まあ、ダブル、まあ、そうですね。まあ、プッシュフル運転してる方は、ね、一応、動力台車もありますんでね。まあ、設定が。なんで、まあ、動力ユニット1個と、まあ、そうですね、動力台車買えば、まあまあって感じなんですかね。まあ一応、それもまあ約5000円ちょっとかかっちゃうんでね。まあまあ、そうですね。まあまあ、2M する方がいるのかどうか、ちょっとまあ、あれですけどね。まああと、その他は、そうですね、一応まあ、中華車側の、台車と、まあ、古希みたいなね、まあ、まあそうですね、古希用の、まあ、古希的な、まあ、台車の、台車と、まあ、トラクションタイヤ、パンタグラフ、まあ、ライトユニット、ダミーカップはホイッスルと。まあ、あと、手すりと、屋根機器がありますんでね。まあ、佐川急便のコンテナ。まあ、一応2個入りがあると。まあ、今回あるんですよ。コンテナと、その他の古希の、まあ、台車はないですね。ユニット設定が。そうですね。まあ、確かにこの辺の中間車の古希だけ出ても、まあまあ、確かに、まあ、いらない感じがしますからね。まあ、佐川急便買い替える方がいるのかどうか。って感じですかね。次が、あ、のぞみか。あ、のぞみそうだ。あれだ、特別課金だから、ないんで。今月発売ですね。今月代の N700S ので、ね、動力ユニットとか、台車とかになるかなと思います。じゃあ、高崎行きましょうか。はい。待ちに待ってた方もね、多いのかなと思います。DD5800 万でと。トミックスから出てたっけな。確かトミックスからもね、出てる可能性はゼロではないんですけど、まあ特にトミックスが今あるか、DD5 自身にリニューアルかけてるんで、まあちょっと待てばね、出るのかなーって気もするんですけど、どうなんですかね。まあ一応こちらと。まあヘッドマーク等々の図式こと、あ、で、ナンバープレートもあるんだ。ヘッドマークあるんだ。なんだろ、あれかな。あ、そっか、DL なんとかか。確か DL なんだっけ。あれ今回あれですね、足表の説明ってないんですね。まさか、ね、足表じゃなくて、あれ説明書の表側しかねえんだ。あら、まあ。まあ、ちょっとカプラとかに頻繁、機能が出せませんから買ってみてください。じゃないとこっちにも出なかったんで。で、客車行くか。うん、高崎の旧客ですね。まあ、12系客車ではね、ずいぶん前に6両セットって形の、確か6両だよな。まあ、なんだっけな、伴走車が入ってないんですよ。親だっけ。確か親っていう伴走車が、そうですね、入ってないやつも、まあ、過去に発売されてるんですけど。まあ、今回はね、まあ、その親付きが出るってことで。まあ、そうですね。
買い替えるって方もいらっしゃるんですかね。まあ、俺はトミックス製品のね、旧製品の、12件持っちゃってるんで買い替えないですけど。まあ、一応そうですね。まあ、今回からね、中間のガプラは、めんどくさいやつになるんで、まあ、まあって感じかな。そうですね。まあ、ライトの切り替え方に、まあ、あれか、ジャンパー線もろもろ。まあ、カプラーの買い方か。で、ヘッドマークが今回、ヘッド、今回ね、こっちにヘッドマークが付属するんで、まあ、ヘッドマーク欲しい方もいらっしゃると思うんで、まあ、その辺って感じかな。一応、オハとオヤ、そしてスーハフがね、まあ、それぞれボディが出ますと。で、床下も、まあ、それぞれって感じか。まあ、今回、ボディが明らかに削られた感じはね、ありますんで、まあ、ちょっと要注意かなと。で、まあ、戦闘用のカプラに中間側。これが親用か。まあ、親用で、あれか。アナトカプラからね、まあ、ナックルカプラにも変えれますんで、そうですね。まあ、多分ナックルカプラはね、中間側も変えれるとは思うんですけど。あ、そうですね。親12側も、中間側もね、ナックルカプラに変えれますんで、まあ、ナックルカプラに変えればね、スハフ12、まあ、そうですね。7両、意外とスハフ12に、親12がくっついたら7両の客車運転ってないんで、まあ、そこはナックルカプラにしても石しなくてもいいよって感じかな。まあでも、あれですかね、大宮に機関車取りに行くときとかはね、ナックルカップルの種類とか個人的な再現はね、しやすいのかなと思います。そして、まあ、キア8中間のカップラーと、ナックルカップラー、これが親にも使いますか。で、アナカップラーとですね。で、板バネスプリング、まあ、全車両の台車。で、ステッカーに ヘッドマーク。まあ、今回は SL 水上、SL これ薄いでいいのかな。で、DL 水上、DL 水と、メガネ橋感じね。まあ、4種類のヘッドマークがありますんで、まあ、これ1とかだけはね、まあ、なんつうの、まあ、トミックスの機関車持ってる人にも使えるし、って感じにはなるんですかね。まあ一応これ SL 用にもついてますんでね。まあデゴイチの、まあ俺そう、俺旧製品持っちゃってるんで。まあ確か SL は来月、あれが3月の発売なんですけどね。まあ一応、あとライトユニットが、まあ長いですね。スハフ42用と。あとライトユニット充電手。で、スイッチ版、まあクーラーがこちらと。で、クーラーの、こちら、まあオハ12、中間車用です。だからまあ車両によって使い分けがされてるんですかね、位置的に。で、スハフ14のホロと、まあこちら全部中間面が。で、こっちが全面ホロ。で、ジャンパー線と、後部標識版。まあ反射板ですね。まあ、反射板も特に今回あれか、差し込む式になってるはずなんで。あ、ごめんなさい、嘘だ。ニッパーなどでカットしあれなんで、まあでも一応この差し込む式のやつなんで、まあトミックスの呼気とかに使えるかどうかわかんないんですけど、そうなんですかね。まあ加藤の呼気はね、フック式なんですけど、トミックスの呼気は基本的に反射板ぶっ刺し式なんで、まあだからもしかしたらだけど、マイクロ S の、車両確かマイクロ S も反射板はぶっ刺し式のはずなんで、まあだからそういうやつに使えるんでね、まあなんだろう、トミックスの呼吸用に買っとけば、あとも、まあどうなるか言いづら、まあそうですね、どう使えるかわかんないんで言いづらいんですけども。まあでもそうですね、買っといて、どんなか、そうもないんですかね。ちょっとこの辺がわかんないんで、確かあれかな。ね、この品番だと、確かね、なんだっけな、名前忘れた。あいつ。なんだっけ、なんとかでした。20系客車が入ったやつ、なんだっけな。うわ、名前忘れた。カートレインだ。カートレインのセットに入ってたって、たぶん品番同じですね。Z08 の0749って。たぶんあの時のもね、トミックスの呼気に使ってた人って確かいたはずなんですよね。だからもしかしたらだけど使える可能性もゼロではないと思いますんで、まあまあ、どうなんですかねって感じで、まあ要注意って感じかなと思います。で、ツバメか。まあ一応ね、九州のお年のね、まあデビュー時代のね、7879ツバメ。俺ね、意外と光ないんですからツバメが欲しいんですけど、まだ持ってないんですよね。俺持ってるのソニックと、鬼滅とカモミしかないんで。そうですね、九州のね、まあ、そうか、逆に言うと九州って特急列車しか持ってないのか。まあ特急列車と新幹線なんで。九州の在来線だと、やっぱり811系とか、その辺になるのかな。まあ一回かにハウステンボスの78、あ、なんだっけ、あいつ何系だっけ、4、あ、いくつだっけ。しかハウステンボスたちの連結するやつとかもあるはずなんですけど、あれ、789系だっけ、ちょっと覚えてないのごめんなさいね。まあ一応7時なんけ、俺よりちょっと年上の人、特急列車と。現在、かもめ、きらめき、日輪、ヒューが、霧島と九州電気道で特急使いますか。そうですね、昔懐かしい、あれか、往年の、フル編成のツバメか。一応、これ一応、プロトタイプ的には第3編成がプロトタイプになってるのかな。ちょっと俺、この辺が、今ちょっと詳しくないんで申し訳ないですけど。一応、先頭車とかシャーバンはこんな感じと。で、これあれか、カプラはもしかしたら、あれか、ボディマウントになるのかな。昔のツバ、ごめんなさい。この辺の台車は結局古いやつでしょうか。確か昔のツバって台車アンテナだったんで、できる新しいのになるのかなったら、この辺やっぱりあれですね、従来の。それでも一応、あれか、なんつうの、差し紙支援ってたんで、カプラポケットじゃないですか。あれ、昔のツバってカプラポケットだっけ。ちょっと俺持ってないんでごめんなさいね。一応編成表がありつつ、まあ、そうだから、旧製品持ってる方にもね、多分ステッカーとかはね、結構役立つのかなと思います。まあ、手数料もね、結構豊富なんで、で、俺、ソニックだっけ、885系。それのソニックが、ライトユニットぶっ壊れちゃって、もともと中古で買ってるからライトユニットなかったんで。これですね。一応これ、まあまあ、ライトユニット、どうなんですか、使えないのかな。ちなみに思ったんだけどさ、ライトユニットって値上がった昔でライトユニットって1個500円じゃなかったっけ。なんか値上がった感じはするけど。まあ、いっか。そんな感じかな。まあ、ステッカーもあり、ステッカーちょっと中身見てみるか。ちょっと拡大するの時間があったら面白いですけど、まあ一応、ツバメ、ドリームツバメ、有明、
あとは号車評価小、6号車、7号車、まあ、あるか。まあ、禁止手付幕に、号車番号台と。で、バイザーってやつが、まあ、外側よってやつか。ああ、なるほど。運行番号みたいなやつか。ああ、ごめんなさい。普通のあれか、反射板のやつか。あ、それってか、日焼け避け？なるほどね。なんか面白いですね。こちら。バイナント使った内側の場合、連結面が大丈夫なのビュー。まあ、この辺か。まあ、ガヤガラスでチール貼ると。面白いね。まあ、そうですね。一応今回1号車から、1、2、3、4、6、7、8で、まあ、多分6、7、8だよ。そのまま多分5号車が、5号車と9号車ない感じが。確か、先頭車1両、せっかないもんね。まあ、ツバメ再現できって感じで、で、あとこっちか。今回、ボディに関しては、1、2、3、4、5、6、7、8、誰だ1台。誰か1台がない。誰だ。モハに関しては3種類全部あるもんな。そうですね、モハに関しては3種類全部が。あ、嘘ついた。モハ27だ。ほら、多分モハの787だ。あ、違うわ。そうですね、モハの、あ、787か。モハ787。モハ787が6と5。多分そうですね。モハの787の、5か。これが多分この辺の共通かな。多分モハ76。ここに対応車種が書いてないんでちょっと紛らわしいんですけど。であと床下にサッハと、それぞれのバンダイプラス、まあこんな感じと。そうですね。まあ、どれくらい車で中間順位と、台車。まあ、今回、利き付きになるんだ。まあ、だからもし旧製品のね、なんていうんですか、床下利き付いてない。そうですね。床下利き付きになるのか。まあだからこの辺の床下機器だけね、昔だったらなんつうの、別売りしたんですよね。スーパービューの時かなんかかな。確かスーパービューなんかは結構なんだっけ。なんつうの。確か、旧製品がね、結構多いんで、スーパービューで一回多分、あれか、新東宝の方も一回出てるんで、まああの時はね、確か機器付きだけ別に出てたんですけど、まあ今回ね、まああれか、動力車、動力車 まあモーター車の方はね、まあ今回、機器付きパーツが別売りで出ないので、まあそうですね、この辺はまあ床下買って、まあ台車買って、まあ交換って感じになるんですかね。ごめんなさい。一応、あ、そうですね。一応、モハか。だから、本当にそうですね。まあ、モーター車関係か。で、ビスジョイント、シール、パンタグラフ、ライトユニット、まあ、レンズカバーか。で、手すりホロ、スカート、ダミーカップラーが、先頭車側のみ。で、付属品とクーラーと。そうですね。まあ、意外とビスなんかもね、本当になんつうの、このフライホールじゃないと発売されないんで、結構このね、非フライホールの時のビスとか、まあ、それこそね、モーター車とかって、結構貴重なんですよね。次が、103系か。ちなみに、今更なんでさ、この103系ってどっちで出んの？紙箱？ビッグケースどっちで出んのかな？ そこ確認しないけどさ、俺これ嫌なあれだな。足パーツだな。ちょっと待って。これ待って、103系ってこれブックケースで出んの？俺ごめん、そこ確認しないわ、ずっと。あれ、見てて嫌な単、あ、でもそっか、最近かと思って単品ケースで売ってねえから出ねえか。どうなんだろうね。ああ、ここブックケースで出るかとかね、記載がねえんだよな。記載がねえんだよな。ちょっと気になるですね。でもどうなんだろうね。まあ4両基本セットはね、多分ど、あの、なんていうの、普通のブックケースで出てもいいんですけど、下手すら3両増結か。いや、個人的に博打打つと、4両基本もしかしたらでかいブックケースで出るかな。もしかしたらベストセレクションで紙箱が出るかもしれないですけど、3両増結どうなんだろうね。まあ個人的にはだから4両基本をブックケース、まあ10両のブックケースで売って、3両増結は普通のなんか紙箱、ベストセレクションのような紙箱で売るって方がね、俺は利口だと思うんですよね。まあ多分だけどこれさ、動力セット、増結とか、増結セット2つとか買わないと、基本的に京浜東北線とか常磐線って再現できないんで、中央線含め。なので多分だけど、ブックケースはね、10両のでっかいやつが必要だと思うんですよね。ただそれを業者がどう判断するかわかんないんで、ちょっと怖そうですね。発売されてみないとわかんないんで、ちょっと難点としては残る感じか。まあじゃあ指標いきましょうかね。まあ一応103系、今回車番はこんな感じの、4両、3両、まあ、それぞれと。そうですね。まあ確かに今回ね、今まででさ、10両セットっていうかね、まあ買いやすいような。まあ例えばだから、なんつうの、まあ南部線やりたい方は、まあ、そうですね。まあ、サハがいらないかなって感じで。まあ、でもどうなんですかね。この辺の103系買うんだったら、まあ、正直言って旧製品をね、アップグレードした方がいいのかなと、ね。まあ、俺が持ってる旧製品なんか結構カプラポケットタイプの、まあ、台車が多いし、黒染め車輪になってないやつがあるんですけど、まあ、多分今回の103系って、まあ、カプラポケットじゃない台車プラス、まあ、黒染め車輪って感じのね、103系になりますんで、ちなみに俺この集合体教書が人気したんですけど、ね、ブラーって一列に書かれたらマジで気持ち悪くなるんだよ。まあ、たださ、親切なんかさ、クハとオレンジとさ、あれでさ、まあ、基本的になんつうの、足表分けてくれたらすっごいありがたいんだよ。これがオレンジだ、ブルーだでさ、固められてもそれはそれで楽なんだけど。ただこれさ、個人的にすごいよね。103、102、サハで。一応、まあ、クハが、そうですね。まあ、オレンジ、ブルー、グイセ、メグリ、カナリア。あれ、エメグリってあれって自家作じゃね？
確かサウロスにも出なかったっけ、客さん系って。あれ？おかしいな。客さん系って確か2ヶ月に分かれるよな。あ、ごめん、4月か。あ、そうですね。オレンジとカナリアとエメグリの分は4月なんで、今回出るのはね、スカイブルーと、グイスだけなので、あ、ごめんなさい、スカイブルーと、あれか。グイスとブルーか。ごめんなさいね。まあ、なのでね、今回出ないやつも一色たに含まれてるんです。すげえややこしいな、これ。そうですね、一応、ブルーが、上から2つ目か。で、グイスが上から3つ目なんで、まあ、この辺のね、ボディとか、床下関係、床下というか、ボディ欲しい方は、ね、ちょっとご注意ください。一応、サハもね、全種類ありますんで。で、床下に関してはやっぱりクモハ、モハ、サハ、モハそれぞれと。そうですね。まあ、今回、あ、でも今回からライトユニット付きになるんだよ、床下が。まあ、動力ジョイント、ジョイントって、あれか、モタイのジョイントか。で、台車、まあ、そうですね。いや、まさかの台車、カポラポケットタイプだ。マジか。うっそ、俺てっきりあれだな。カポラポケットじゃないタイプで出すんですよ。まさかのカポラポケットなんだ。しかもこれ、星印ってどういう意味だっけ？確か星印ってこれ専用って意味だよな。あ、違ったっけ？まさかのカプラポケットで出るんだ。いらなくね？ 最、まあ、そっか、あ、そっか、カプラポケットで出れば、そっか、旧製品はそのままでいけるのか。ただ、俺みたいな、新製品のそれこそ新しいとか台車組んじゃってる人は、カプラ買えなきゃいけないから、ちょっとめんどくささ残るんだけど。たださ、一個だけ難点としたらさ、そうね、どうぞそこにアンドロイドカプラって書いてくれるんでさ、カプラ買える必要のさ、あれがないんだよね。まさかの関連商品にさ、カプラポケットタイプのさ、カプラの番号入れてねえんだよな。まあ、しょうがねえか。まあ、一応、まあ、モハ台車、クハとモハと。で、サハが、あれ、サハの台車がねえの？あ、これ、サハ共通か。サハ共通。あー、でも、どっちにしようか。だから、カプラポケットは切らなきゃいけないのか。確かに、そうですね。クハとかのやつって、ここのカプラが邪魔になるんで、ぶっかしちゃうんですよね。まあ、今回、一応、そうですね。コーンテンダーの車両とがメインで出るんで、まあ、中間、あー、そっか、常磐専用か。どうなんですかね。それがイメージわかんないんだけど、まあ、常磐線でも次回とかいいか。で、カプラスプリングビス、動力台車、ジョイントに、トラクションタイヤ。で、ダミーカプラに、T シャンタラ、グローブベンチネタ、ライトニット。まあ、そうですね。本当はね、このダミーカプラを買って、ボキボキボキって切り刻んで、使いたかった、T のカプラ使いたかったなと思ったんですけど、まあ、ちょっと今ね、ツイッターの方か。そうそう、まだ告知でねえ。今、ツイッターの方で、インメタ買うか、まあ、明日、トミキスが発売されるんで、まあ、ちょっと土日はね、取れてこむんで、俺、コンビニに、緊急の予定ないから土日って行かないんですけど、なんか誰かにフォローされたんだけど、誰？あ、もうやってる人か。なるほど。今ね、ツイッターの方で、インメタル買うのか、ティエナカプラ買うのかで、ね、今、アンケートちょっとやってますんで、まあ、気になる方はね、わー、ティエナカプラの方確定そうだな。まあ、一応、そうですね、一応、月曜日に買いに行っちゃうんで、まあ、あと、金、土、日、あと3日間でね、決定させちゃうんで、まあ、一応、今現在のティエナカプラ、どれ買おうかっていうのは、まあ、金額的には3万、4万ぐらいかな。ティエナカプラ買おうかなと考えてますんで、あとは、そうですね、大倉大臣と予算の掛け合いにして、まあ、ちょっとね、買いたいのかなと思います。まあ、今回はまだね、中央線とか京王線か。205系の挑戦とか、挑戦のまだ隠しパーツが出てるやつ、あいつまだティーナカプラがしてないんで、まあ、あいつらの分のね、カプラとか、まあ、俺結構あれか、去年買ったヤフオクで買った常磐線、常磐線たちも、まあ、中間運転台のティーナカプラとか、ああいうの、リニューアルしてないんでね、まあ、いい2000系の常磐線とかもね、今回成田線つなげるように、ダミーカプラぶっ壊しちゃったんで、まあ、そのね、ティーナカプラも買わなきゃいけないんでね、まあ、ちょっと予算的にはって感じなのかなと思います。まあ、それでもね、イモにね、ティーナカプラ売ってるのは確認済みなんでね、まあ、ちょっと今ね、商品コーダーを教えれないんですけど、まあ、買った時にね、商品コーダーを教えたいかなと思っております。ごめんなさい。で、パンタグラフ、常にご注意ください。そしたら次は、そうですね、100万系の後は、デュークか。ちょっとデューク見てみるか。個人的にはさ、デュークもさ、機関車タイプだからさ、どうせ足パーツが記載ないんじゃね？ あったらありがたいけどさ。あったんだ、ラッキー。じゃあなんであれかな？ DD50 だけ足パーツの設定ないんだろう。 あれ、特別書くんじゃねえよな、お店だからって。しかも、お面識でも今回、匿名ナンバーじゃないはずなんで、そうです。やっぱり匿名じゃないんですよね。なんで足表出なかったの？まあいいや。今回、スモーリングランドで、まあ、機関車トーマスで言うと、昔のデュークですね。まあ、新しい、なんつうの。新しい、なんだっけな、NHK のトーマスじゃなくなって、NHK のトーマスになってから、あれなんですよね。機関車トーマスの小型の機関車たち出なくなっちゃったんですよね。なんだっけな。誰だっけな。スカーロイ・レニアス、ピーター・サム、ハン、ピーター・サムと、なんだっけな、まあ、とりあえず、デューク、ピーター・サム、スカーロイ・レニアス。あと、オレンジのディーゼル車、ラスティか。あと、青い機関車忘れたんだけど。ロックンロード、どれです。ピーター・サムじゃん。あれ、誰だっけな。ピーター・サムが確かとっておきの煙突だったから、ロックンロード、どれやつ誰だったっけな。忘れた。なんか、とりあえず、小型の教授もね、結構トーマスで出なくなっちゃったな。新しいやつなんだから。その後、古いやつもね、エミリーとか、なんだっけな、エミリーと、公爵専用のスペンサーか。それかしらなくてね。
あと、ハービーと、ソルティか。意外とだから、なんつうか、昔、本当に、フジテレビ時代のトーマス見てた俺からしたらね、マードックとか、オリバーとかね、セップニーとか、ちょっとあの辺のね、コサンゼのね、なんか出番少なくて、ちょっと寂しいなと思うんですけどね。まあ、そんなことじゃないですけど。握り棒はあれなんですね。今回、ぶっ刺してから、折り取るタイプなの。まあ、結構親切ですね。あとは、カップラーの交換方法があったりとか、こういうタイプなんだ。全長104ミリ。10センチショットなんだ。ちっちゃい。まあ、一応ボディが、まあ、赤ボディの、プリンセス、プリンス、テンダーは、プリンセスか。で、プリンスのテンダーも出るんだ。ドレグニットは共通と。で、トラクション台が、6の1ミリ。カプラスプリング、アンドカプラ、ピコのか、あ、ピコ。ピコでいいんだよね、多分。で、カプラホルダーにドローバー、まあ、握り棒のみと。なるほど。ドレグニット高えな、7700円だって。すげえな、これ、ボディだけで買うと、ボディだけで1万円だもんな。これ高い機関車になるわな。しか定価2万だっけ、こいつ確か。確か2万ぐらいだった気がするね。ああ、まあまあ、約2万か。だいぶ高いですね。で、ごめんなさい。スターターセットに関しては基本的に足パーツの設定でこっちになるんですよね。なので、足パーツ、ハヤブサはこっち行きまーす。まあ、ハヤブサっすね。まあ、ハヤブサもね、従来品の、一応、ごめんなさい。今日今回、品番も新しくなってるな。あ、もしかして、ライトユニットを埋められたタイプだっけ。確か、ハヤブサ。いや、再生産っすね。ちょっと、ハヤブサ再生産になるんだ。まあいいや。ごめんなさい。再生産だと知らなかった。いつ出たっけな。一応、説明書のところを見ると、品番が、発売日わかるんですけど。あ、マジ、やっぱり新しい。一応、ハヤブサ扱いとしては去年発売されてるのかな。一応、ここ2021になってますんで。去年ハヤブサ出てたっけ。やっぱ覚えてね。普通に、角の新幹線に関して、ごっそり興味ないって言って、買ってないんですよね。まあいや、一応、ハヤブサと。まあ、こっちも確か手荷物置き場でね、なんだろう。確か東京よりだか、青森どっちかの車担保の間とか、基本的に1両、なんだっけな、2両のうちどっちか、なんか奇数車だか偶数車か確か埋められてるはずなんですけど、あれ、電車で埋められてたっけな。確かトミックスからね、小町かなんか出てんだよな。あれ違ったっけな。俺まだその新しい使ってないじゃん、古いやつなんで。まあ、基本セット買って、まあ、造形使ってか。で、まあまあ、この辺はどうでもいいか。そうですね。まあ、先頭部の連結機能もね、まあまあ。先頭部の連結機能、誰かもうフックなしになってるんだ。知らなかった。俺は基本的にフックありのやつしか持ってないんだよ。そうですね。俺がいつカプラ持ってる連結できるやつって、E2 系の古いやつなんで、まあ、あれ結局カプラぶち切って手のカプラにしたんですけど、意外とね、難点が多いんですよね。だから、まあ、試作品扱いで、まあ、結局、加藤の新幹線買って、まあ、プロト化はしなかったんですけど。一応、ボディに関しては1、2、3、4、5、6、7なんで、まあ、多分一部の、525、526が多分共通化かな。でも525両方あるの？じゃあ誰だろう？確か510がグリーン車だから、グリーン車は確定であるじゃん。そうですね、多分526、そうですね、やっぱり526と525か。この辺がやっぱり一部、共通化されてるっぽいですね。そうですね、多分、そんな感じかな。で、あとは床下セットは、まあ、先頭、中間、まあ、それぞれか。で、動力車が、ついて、先頭カプラー、先頭カバー、台車、動力台車、ジョイント、トラクションタイヤ、パンタガラフ、パンタカバー、ライトユニット。ライトユニットあれなんだ、白杉とかなんだ、682だから。で、ライトユニット自転車スイッチ版、ダイヤモンドカプラーの、トレーラー用モーター用スプリングと。スプリングってこれ誰よ？ 多分あれかな。あれ、何用のスプリングなんだろう。ちょっとわかんないんで、ごめんなさいね。ああ、そうですね。悪くはないかなと。で、次が。ストポケプラスって5周年だ、あれ。ストポケ、俺とアイコン違うんだけど。俺のスマホのやつこっちのアイコンなんだけど、新しいやつこっちのアイコンなんだ。なんで？ちょっと起動させておこう。まあいいや。とりあえず。あとはそうですね、特段ないするやつは、まあそうですね、延長ゲージを入れると、あとは板関係なんで、まあ、これは指標がね、ない、普通の、なんていうの、ぶら下げ、吊り下げ式のパッケージのジオラマ関係なんで、そうそう、あと3月分は一応出てるのか。そうですね、3月分、まさかの出ちゃってんな。
まあ一応この辺、まあ3月分は一応、まあ今案内しちゃうと、まあどうせ今すぐ発売されないんで、まあ一応3月分がおいおいかな。まあ一応そうですね、3月はまた2月の下旬、まあ発売日がね、一応まだ上旬下旬決定してないんで、まあこの辺がね決定されたらね、まあ案内しようかなと思いますけど。そうですね、まあ一応2月の下旬にね、残ってるやつ発売なので、まあそうなってくるとカレンダー的にはいつになるんだろうな。多分だけど、そうですね、まあ23ぐらいか。そうですね。まあ、2月のは一応24がラスト木曜日なんで、まあ、発売内出るとしたら、まあ、17日の木曜日に案内出るか、まあ、そうですね。17日か。まあ、17日の木曜日に案内出て、22日、もしくは24日。この辺の火を木に発売されるのかなと思いますね。ただ、まあ、一応2月、金曜日が祝日11日と、水曜日が23日あるんで、まあ、24日、まあ、そうですね。祝日明けにこう、まあ、会社動かしてって感じの方が濃厚なのかな、個人的には。まあ、そんなところかなとは思いますね。そうですね。あとは特段トミックスは案内ねえし、マイクロも案内ねえし、GM に関しては遅延したのが発表されてねえから、若干扱いめんどくせえしって感じか。そうですね。GM に関しては確か出荷予定表が出てるんですけど、あるんですよね。遅れてるやつが遅れましたよって案内ないんで、意外と分かりづらいんですよね。最近だと小田急か出荷された。あ、ごめんなさい、京成確か。一応26日だから、今日問屋着か。そうなると、まあ、明日ぐらいに問屋から発車されて、まあ、店頭に並ぶのは土日かな、早くて。まあ、ご注意くださいって感じですかね。京成高くなったな、随分。8両で4万か。あ、行き先印刷済みなんだ。その辺、チャチいね。付属ステッカー新旧作にするんだったらさ、側面の種別行き先印刷する必要あったのかな？個人的には見てたけど。まあ、個人的にはさ、やっぱり京成と、まあ、京成か。この3700グループ熱いからね。個人的にはね、期待はしてるんですけど。ただ俺まだ製品化規模遅か、タイミングが悪かったんだ。確か俺、10月か11月頃に製品化規模だったけど、その後だよな、北総がリースが返却されちゃったの。リースの返却する、新たにリースは出るわ。そう、多分10月頃に更新してるんで、多分そのぐらい取っちゃったんで。そうですね、追加で撮ってもいいんですけど、まあ、めんどくさいんですよね、個人的に。なので、そうですね、今現在は未定かな。一応、マイクロは確か今月頭に出荷情報出たんで、そろそろ出てもおかしくはないのかなと思うんですけど。そうですね、1月6日に出た以来か。そうですね、まあ、そろそろ出てもおかしくはないんですけどね。まだ発売されたやつ、ごぞっとありますからね。一応、脇とサザンクロスか。脇とサザンクロスだとどの辺なのかな？あ、多分この辺か。まあ、そうなってくるとそろそろあれか、リバティじゃねえや。ラビューか。あれ、合ってるよね。あ、そうですね、ラビューか。多分この辺の発売とかが近いのかなとは思うんですけどね。ちょうど脇発売したから、そっか、ラビューか。まあ、あとは、そうですね、まあ、小田急を発売されたから。まあ、あとは高くなっちゃったメトロとか。そうですね、そうなると、まあ一応2月にラビュー発売、3月に、南北線と小田急か。そうなると、やべえな、ラピート5月か。5月、あ、5月、5月、5月か、ちょっと待って。5月か、ちょっと待って。5月はでもね、物数多いんだけど、意外と聞き分けやすいんじゃない？ちょっと待って。確かサメが2台だ、あ、ごめんなさい。5月、確かね、サメが2台なんだよな。サメいくらだっけな、確かに6800円ぐらいと思ったんだけどな。サメ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 、どこだ？ああ、そうですね。まあ、サメ7500円か。7500円か。意外高いな。サメが2台で約1万5千円。1万7500円。確かトミックスのもね、値段変わらなかったんだよな。ごめん、間違えちゃった。わー、びっくりした。トミックスはどうされたら、遅延情報はそうですね。月初めに出るんで。まだ大丈夫そうか。どうか。5月ね、東西線と、そうですね、東西線と、それこそこっちもサメなんだよな。そうですね、サメが2台で、こっちが8000円か。まあ、8000円の7500円だから、まあそうですね、3万2000円ぐらいか。そうですね、そんなもんか。まあ3万2000円の、東西線が約3万なので、まあまあギリギリか、6万2000円。いや、高かった、東西線。ちょっと計算してみよう。意外に来そうだな。多分、値引き込みで4万ぐらいだった、5万ぐらいだった気がしたんだけど。いくらだっけ？
7920だっけ？7500円の2つ。7660円か。で、これが早期価格なんで、まあ、5万6兆とか。ラピートいくらしたっけな。ラピートね、6両の方が安かったんですよ。ただ、2両の方がめちゃくちゃ高くて。確か3万2千円の1万7千円だったんだよ。まあ、そっか、3万3千円の1万1千円か。これ足そうかな。3万2780円の。ちょっと待って、頭の中が俺若干パンクしろ。17380の1075なんで。まあ、そうか、そう考えると、まあまあ、9万ちょっと。まあ、ただ4月が俺なんもないんで、今現在は、ね。まあ、遅れなからの話なんですけど。ただ、どうせ遅れるメーカーが先端中近くにありますんで、まあ、マイクロは未定だわ。GM 若干遅れてるわ。トミッチも多分遅れるわって感じなんで。そうっすね。まあまあって感じかな。まあ、本当にそうっすね。まあ逆に2月が、まあ、小田急しか、小田急、小田急じゃない。まあ、東急が2月から3月にずれ込んじゃったんで、まあ2月はね、アクティが2編成と、3月がね、その遅れちゃった、あれ？東急と、まあ、EMK だけなんで、まあ4月がね、なんもなく、5月が、そうっすね、5月があと、これと予約はしてないんですけど、一応これ欲しいんだよな。でもね、予約はしてないんですけど、1個欲しいのがあって、まあ、手作りなんですけど。これ欲しいんですよね。新製品情報。あ、間違えた。こっちも新製品じゃなくて、新製品、あーってこれが欲しくて。でもね、これが欲しいんですよね。遠州鉄道の、エヴァンゲリオン。まあ、天浜線の、ね、ラッピング電車も調べたら面白くて。まあ、これがね、個人的に発売されたらね、欲しいかなと。ちょっとしか、こいつ5月かな。そうですね。高いんだよな、ラッピング電車は。まあそうですね。まあその時にまあドール組んでたりすぐに行かないですけど、まあパンタグラフとセットだけはね、一緒に買いたいかなと思いますんで。失礼、ゲップした。まあ個人的に俺なんだけど、静岡鉄道の方もまだ持ってなくて、だから静岡鉄道は伊豆急しか持ってないんで、全く持って。じゃこの辺で、ね、今ね、正直やっていきたかって、俺、最近ビブアイズ買ったんであるんですけど、一応ね、日本全国、まあ日本一周、まあそういうのをね、普通電車とか、まあ特急電車だけで持ってみるんですよ、新幹線の上で。地域によってはね、普通電車で入れちゃうと、なんか第三セクターになってる地域もあるんで、あれ、特急電車とか入れてくれないとめんどくさいね。だから一応今現在、黒潮とかの、どこだっけ？あっち。和歌山方面か。和歌山方面の黒潮と、一応、雷鳥ってか、あれ、ボンネットの、カミネタリ、あの辺が新潟地区あるんで、なんかね、まあまあとね、この、太平洋側のね、東北ちょっと欲しいんですよ、ね。新潟地区はね、721系だっけ？ 521 系か。521系の、譲渡車両とか、第三セクターのやつ買ったんで、まあ中古で去年。そうですね、この辺はね、ちょっとね、終了時にね、なんつうの、日本全国つなぎようにね、関西地区とか、まあ静岡地区の、まあ313系とか、この辺ちょっと欲しいかなと思ってるんですよね。まあ、これで質なんで、日本全国がつながりにくいんですけど。で、あともう一個なんですけど、東部の6050系、今回 GM のやつ欲しいなと思うんですけど、まあ6列出てるんだったら、正直なし、キット出てたら面白いなと思うんですよ。今だと小田急の8000系か。GM 今小田急の8000系のキットが遅れちゃってて、それがね、去年の12月発売だったのが、一応今、まあ2月までずれ込んじゃってるんで、一応、あれ？あ、これっすね。一応、もともとは1月発売だったのが、12月か、12月発売だったのがね、なぜかね、遅延しちゃって2月なんで、まあこの辺の大きな戦型発売された後に、まあ、6050系のキット、まあ出たら面白いかなとかね、個人的に思ってるんで、出たらね、6050系のキット買って。そうですね、まあ、それで車番がね、インネタ貼り付けで、なんつうの、野岩鉄道とか会津鉄道、あの辺の譲渡車両をね、インネタで再現できたら、まあ、車門込みで面白いかなと思ってるんで、まあ、正直もね、そっちの方はキットに期待しちゃってるんで、まあ、現在、東部の6059ですね、前回発売の、あれ、まあ、予約しないんで、まあ、その時次第かなとは個人的に思いますね。あとは特段ないかな、急ぎの案件が。そうですね、今そうですね、特段急ぎないですね。N ゲージの方もインネタ作業の方は、まあ、一段落しちゃってるっていうか、もうインネタがそこついちゃってるんで。一応ね、まあ、下発売の常磐線に関してはもう前回、案内しちゃってるんで、一応これっすね。まあ、インネタと、車番インネタのタイプと、タイプと、中身インネタ。で、一応それが1枚ずつ。で、あと、方向幕とかの、ステッカー、編成筆もこっちにあるんで、まあ、特段そうっすね、パーツも急いで買いに行かなきゃいけないのカプラぐらいなのって。で、まあ、京急とかの方も、まあ、そうっすね、都営の方が、そっか、都営の方はギリギリかな。あるんだよ。じゃあ、優先席がもう直ついちゃってて。一応 QR コードとかのベビーカバーをね、
新しく追加できるんですけど、もうこんだけしかないんで。優先席がね、ごっそりなくなっちゃったんですよ、今回のやつ。で、広告の白帯がもう、これしかないんで。たったここだけなんですよ。京急の車両のヘルプマーク、都営のやつはね、ヘルプマークがどこについてるんだよ。こっちか。優先席はね、ヘルプマークが、この下の方についてるんですけど、これをね、京急の場合、内張り式で貼っちゃったら、なんつうの、まあ、都営の場合はね、表に来るんですけど、京急の場合の、車内の方にしかヘルプマークが開かないんで、まあ、この辺に見たとかもね、まあ、白帯のやつで切って出来上がっちゃったら、まあ、失敗するわで、数足りなくなっちゃったんで、まあ、現状今、白帯が一番足りなくて、で、京急のもね、足りないのが、丸広告はね、これが丸々1枚あるからいいんですけど、まあ、それでも丸々でもねえか。丸々あるか。で、2枚なくなっちゃって、で、優先席のもこれしかないんで、まあ、京急車とかの下のやつはまだあるんですけど、都営車の方がね、下しかないんで、最近、京成に貼っちゃったらね、なくなっちゃったんですよね。で、京成のパンダの、京成パンダか。京成パンダはね、確かね、こういうなんつうの、広告あるはずなんで、この辺も手配しつつ、で、京急のがこっちですね。ドア用のちっちゃいやつ、これが全滅しちゃったんで、今、行って、ひじ打った。ちょっと、本当にひじ打った。今、京急貼れるのが、丸広告だけなんですよね。だから、今すぐ丸広告で買っても、まあ、位置的には悪くないんですけど、めんどくせえなーと思っちゃったんで、まあ、全、インデータの作業止めちゃってるんで。特段にも急ぎの作業っていうのは本当にないんで。まあ、で、今回インデータ買うかカプラ買うかで、まあ、アンケート取って、まあ、現状カプラか。まあ、そうですね。201系か205系のカプラ、まあ、隠しパートもそうですね。やりたいなと思ってるんで。まあ、インデータ終わりそしたら4月来るか。今現在4月が何もないんで。そうですね。まあ、そんな感じにはなるかなと思います。ほい。あとはそうですね。まあ一応、あと明日になったらだけど、多分加藤から新製品情報が出るかなと思ってるんですよね。28日なんで。意外と加藤ってその月末の金曜日がポツッとポスター出るんで、そんなに今日出てねえよな。ちょっと今日ですぐってありがたかったんですけど、さすがに出るんでいいか。なのでまあ明日ポスター出ると踏んで、まあ明日はね、一応、まあ用事丸々開けてるんで、ちょうど今浅草線が桜かなんかにいるのかな。桜か確か下ってきて、西門込み2時だからもう行っちゃってるのか。まあ今日なんか朝ね、京成線の方で火災があったって言ってたんで、まあちょっとどこだか知らないんですけど。事故があったみたいなんで、ね、まあ、現状どういう運用組んでるかも分かんないんで、撮影行ってないんですけど、まあ、それで明日1日はね、急ぎの要件はないので、まあ、加藤の新製品情報で次第、多分12時から1時頃には出ると思いますんで、まあ、そのままでお待ちくださいって感じですかね。はい、ではまた次回の動画で一緒にありがとうございました。